はい、始まりましたフロンティアチャンネルです。今日のテーマは炎上対策ということで、私この種のセミナーを何回もやってるんですけれども、その集大成としてですね、炎上対策のために知っておいた方がいいぞっていうことを1時間にギュッとまとめました。炎上っていろんなところで起きますので、会社の方はもちろんのこと、一般のね、普通のユーザーの方、学生さんも含めて、聞いておいて損はない内容だと思いますので、ぜひご視聴いただければと思います。このチャンネル、フロンティアチャンネルではですね、このような法律解説をですね、中学生でも分かるように噛み砕いてやるという講座の他に、インタビューとかエピソードトークとかいろんなことをしておりますので、面白そうだなと思いましたら、ぜひチャンネル登録していただけますと幸いです。励みになります。それでは早速炎上対策セミナー始めましょう。どうぞ。目次はこちらですね。まず第1で炎上の歴史について説明して、第2で炎上発生のメカニズムと対応、第3で炎上の原因になりやすい気をつけなあかん投稿について説明して、最後第4で炎上を防ぐために何をすればいいのか、そういうお話をしていきたいと思います。まず第1、炎上の歴史、どんな歴史を経て炎上の世界って進んでるんですかっていうお話ですね。第1、ネット炎上の元祖と言われるもの、2000年頃何があったんでしょうか。こちらです。何でしょうか。ビデオデッキの前に怒ってる人がいると、で後ろ側ではインターネットが燃えていると、そう、そんな事件があったんですね。その名も東芝クレーマー事件。若い人はね、知らないと思うんですけど、この事件からクレーマーっていう単語がね、世の中に浸透したと言われている、そういうですね、エポックメイキングな事件なんですけれども、東芝がビデオデッキを売ってまして、そのビデオデッキに不具合があるよということで、買った人がですね、福岡で買った人がおかしいんじゃないですかというふうに東芝にですね、ご連絡したと。そうしたところ、非常にですね、使用対応という範疇を超えるような、ひどい対応でしたということで、お宅さんみたいなの、お客さんじゃない、クレーマーっていうのみたいなことを言われて、なんやそれということで、これは許しがたいということで、争いになりましたと。で、この一連のやり取りを録音してて、それをホームページに公開したんですね。なのでみんなそれ聞けて、わ、この対応ちょっとひどいんちゃうかということで、燃えたということですね。東芝は最初静観するスタンスを取ってたようなんですけれども、次のページがですね、購入者側のホームページですけれども、その右上に書いてある通りですね、福岡地裁に仮処分申請を出したらしいということで、もう法的にも争ってきますよということになりまして、これはいかがなものかということで、東芝ひどいんじゃないかみたいな話になりましたと。で、結局どうなったかというと、東芝はですね、記者会見を開いて、この暴言に対して全面的に謝罪して、で、先ほどの仮処分申請も取り下げましたと。で、一番下ですけど、謝罪が遅れたことが最大のミスと、スピーディーに対処することがインターネット時代には必須だねと、いうような反省の弁を述べたということで、これ以前はですね、やっぱり大会社と、一市民がですね、対峙したところでですね、なかなか意見を通すことはできなかったわけですけれども、インターネットが流行り始めたということで、その、これおかしいんじゃないかなというね、メッセージ、意見表明に対して、ネットの民たちがですね、そうだそうだと言ってですね、大きな力になって、大企業東芝を、言葉を選ばずに言えば謝らせたという感じですかね。そういうふうな事件として、かなり大きく取り上げられたということになります。で、これが一つですね、ネット炎上の元祖と言われるわけなんですが、この後ね、こういう事件がポツポツ出るわけですけれども、そんなにですね、いっぱいですね、炎上しまくってるというような感じではないんです、2000年は。ところがこれがですね、2010年頃から炎上だらけの日々に変わっていきます。何が起きたのか、これですね、はい。スマホの普及と SNS の普及、特にこの X、Twitter ということになります。どういうことか、こちらをご覧ください。2010年頃からスマホの保有率が増加します。で、 iPhone の発売2008年なんですけど、2、3年経った頃からスマホがぐっとこう盛り上がってくるわけですね。みんな持つようになるんですね。グラフで言うとこんな感じですね。2010年はですね、携帯持ってる人のうちの 4% ぐらいしかスマホじゃなかったのが、2023年にはもう 96.3%、 ほとんどスマホ、ガラケー持ってる方が珍しいぐらいになったんですね。みんなスマホ持つようになったよと。で、スマホを持ってると SNS をすげえ使いやすくなるっていう話ですね。SNS の利用率も増加していくんです。で、Twitter、日本に来たのは2008年。だから2、3年後の2010年ぐらいから Twitter もめっちゃ使われるようになってきたという流れになります。はい。SNS の利用者数はこんな感じですね。2010年頃はですね、半分弱、45% ぐらいだったんですけど、2022年にはもう 83% と。ということで、ほとんどの人がスマホを持っていて、ほとんどの人が SNS を使ってるということですね。で、SNS を使うと、もう投稿を自分でみんなするようになるわけですから、炎上がしまくると、頻発するということになるわけですね。で、この X、Twitter っていうのはですね、最大の炎上源だと言われているんですね。
これはですね、デジタルクライシス白書2024というですね、デジタルクライシス総合研究所というところが出しているデータなんですけれども、まあ、炎上をですね、分析すると。何が原因ですかと。どのメディアで炎上したんですかっていうのを分析したのが、まあ、右の図なんですけど、まあ、全体の 75% が SNS と多いなってことなんですが、まあ、そのうちですね、65% はもう X 旧 Twitter なんですね。ということで、まあ、SNS は燃えやすい。特に X、Twitter は燃えやすいと。まあ、確かにね、他の SNS に比べて X、Twitter、こう、レスバトルね、レスバっていうんですか。よく戦ってますよね。ということで、まあ、非常に燃えやすい、可燃性の高いですね、SNS なんだと言えると思います。まあ、そんなですね、可燃性の高い Twitter を中心とする SNS が盛り上がってきたこともあって、2010年ぐらいから炎上件数がどんどん増えていくんです。そんな中出てきたのが、はい、こちら。バイトテロの元祖ですね。ローソンアイソボックス事件。はい。これ、覚えてる人も多いと思いますけど、まあ、これ見ての通りなんですけどね。ローソンのアイスケースの中にですね、まあ、熱かったんですかね。入ったよっていうね、やつを、これ Facebook ですけど、上げて、まあ、ちょっとテンション上がっちゃってっていうのはわかるんですけれども、まあ、やっぱりこのね、厳しい時代ですから、これはダメだよということで、まあ、めちゃくちゃに燃えまして、で、どうなったかっていうと、これフランチャイズ加盟店だったんですけれども、フランチャイズ契約が切られると。でそれからあのアイスケースに入った従業員の方はまあ解雇されると。で当分の間休業ということでですね、まあまあとんでもないことになりましたと。これがバイトテロのまあ復帰やと言われるところで、この後もですね、どん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 でバイトテロはいっぱい起きるわけですね。本当に会社としてはですね、バイトの皆さんにちょっと落ち着けというふうに、どうすればいいのかというので一時期話題になったと。このように2010年ぐらいからスマホ、それから SNS の勃興とともにですね、炎上バー増えてきて、まあ、2020年ぐらいまで行くと、もうそこからさらには増えないんですけど、まあ、減ることもなく、ずっと高い推移でいるよというのが、まあ、2020年から今ですね、我々のいる時代になるということです。グラフで言うとこんな感じですね。デジタルクライシス白書と先ほどのやつのですね、2020年から2023年版を比べると、こんな感じになりますと。で、ここで言ってる炎上っていうのはですね、一応この白書を作ってる会社が定義してまして、企業等の行為についてですね、SNS を中心とするメディアで、概要が拡散されて、その後批判や非難が殺到する現象。で、具体的には当該事案に言及した投稿が100件以上存在する場合を炎上というふうに呼びますと。そういう炎上がどれくらい起きているのかというと、毎年1500件程度。これ多いですね。1日4、5件。毎日どこかで 4、5件炎上してると。燃えすぎやろということですね。我々が今生きる2020年代というのは、ニュースとかで見るほどのですね、超絶な炎上っていうのはたまにかもしれませんけども、100件以上なんか投稿来て燃えてるっていうレベルで言うと、毎日数件炎上が起きるっていうですね、炎上を起きまくりの日々を過ごしているということで、これもやっぱしっかり対策しないと、明日は我が身だなというようなところでございます。はい。で、SNS 時代の炎上の特徴っていうのをお伝えしておくと、まず炎上数が多いと。まあ、これ1億総メディアですね。SNS で、まあ、全員が発信できるので、まあ、しくって炎上する人も出てくるよねと。それから2つ目、炎上までが早いと。昔はですね、なんかトラブルが起きてから、いわゆる大炎上にするなるまでに、まあ、1週間とか1ヶ月とか、まあ、時間かかってたんですね。ところが、SNS 時代はすぐ拡散しますので、後で具体的に事例見ますけども、1日とか2日でめっちゃ炎上してますということで、とにかく早いというのが特徴です。それから、3つ目、炎上対象が広いと。昔はですね、先ほどの東芝事件のように、大企業だから、社会的に求められる規範レベルが高いから、こんなことしちゃダメなようで燃える。芸能人、政治家だから燃える。そんな感じだったんですけれども、SNS 時代はですね、もうとにかくなんか燃やしたいって鬱屈した気持ちを持ってる人もいっぱいいるからだと思うんですけども、もう誰でも燃えます。はい。燃えそうなものがあれば着火するみたいな勢いでやたら燃えます。ということで、一昔前なら見向きもされなかった無名の個人とか、生まれたてのスタートアップ、無名の企業とかでも、ちょっとしくってしまうと、ブワー燃えます。はい。誰でも燃えるし、すぐ燃えるし、むちゃくちゃたくさん燃えると。いうことで、まあ、とんでもない時代を生きているということをまずはね、理解しておく必要があろうかと思います。次は第2ですね。炎上発生のメカニズムで、炎上が生じてしまった時にどう対応すればいいのかの Tips ですね。ここを説明していきたいと思います。まず炎上発生のメカニズムですね。はい、こんな感じですね。これ実際の山火事の絵なんですけども、火種がポッと出て、でそれを消さずにいるとバババって燃えてきて、気がつくと山全体が燃えてるみたいな感じですね。これと同じなんですね。インターネット上の燃える炎上というのも同じです。ステップを経てるんですね。4ステップあります。こちら。
問題となるとこう火種が起きて、それが一部のですね閉じたエリアで拡散される、炎症すると。でそれが速報サイトってとこに乗ることによっていわゆる炎上が起きて、それをマスメディアが報じることによって田舎のおじいちゃんおばあちゃんまで知るようなですね、つつうらうら知られてしまうという、まあ、大炎上になると、まあ、こういうステップを経ることになります。具体的に見ましょう。問題となる火種、これね何でもよかったんですけども、たまたま見つけたやつ使わせてください。こちらです。2022年の10月11日ですね、花王さんがですね、まあ、この日は国際カミングアウトデーということで、多分ですねハッシュタグでですねこれ今流行ってますみたいな感じで出てたからだと思うんですけど、まあ、便乗しようということですかね。国際カミングアウトデーということで、まあこういう投稿しましたと。メリットっていうまあシャンプーあるんですけど、これ実はノンシリコンシャンプーなんですよっていうね、トリビアみたいな感じで言ったんですね。でこれ私も見ても何も正直思わなかったんですけども、まあ、当事者の皆さんからするとそうでもねえぞってことで、まあ、どういうことかっていうと、国際カミングアウトデーっていうのはそんなですねトリビアを言い合うみたいなそんな軽いやつではなくって、まあ、性的マイノリティですね、 LGBTQ の皆さんたちがいろいろ葛藤を抱えながら、実は私こうなんですっていうのをまあこう勇気を持って言うという、まあ、そういう日なのであって、実はこうですねみたいな、そんな軽い感じでこうやってくるなよみたいな、意味履き違えてんじゃないかっていうことで、まあ、性的マイノリティの方のクラスターといいますか、まあ、そこを支援する人を含めたクラスターの中で若干批判的なコメントがつき始めるみたいなのが次のステージですね。これが問題がですね、投稿が、まあ、一部の閉じたエリアで拡散される、コメントがつくというような状況になります。こんな感じですね。細かくて見えないかもしれませんけど、まあ、ちょっと違うんじゃないですか、どうなのみたいな、まあ、批判的なコメントがバーってつき始めるくらいです。でここまではですね、まあ、そのクラスター外の人には全然見えないですね、まあ、一部のちょっとしたエリアで燃えてるっていうレベルなんですが、これが次の3番のステップですね。速報サイトに載る、まとめサイトとか、最近で言うとインフルエンサーが追求する、言及する、これによって一気にツイッター界隈に知れ渡るということになります。具体的にはこちらですね、まあ、知ってる人も多いと思いますが、滝沢ガレソさんという人がいまして、まあ、いわゆるこうニュースのニュース系のインフルエンサーというか、まあ、ニュース系のねやつを拾ってきてちょっと面白おかしく、拡散するというような生業をしている人ですけれども、この当時でもですね80万人のフォロワーがあって、今ですね2024年9月時点では280万人のフォロワーがいるということで、まあもう一つの巨大メディアと言ってもいいんですけれども、まあ、拡散力があると。でこの滝沢さんが、この花王さんがですね、国際カミングアウトデーをちょっと履き違えて、投稿しちゃって、で批判的な意見がついているよっていうのを見つけまして、載せます秘宝ということでですね、なんやかんやあって、まあ、しょうもないカミングアウトをして炎上と。デメリットしかない投稿で品質を買うはめにと、まあ、ちょっとうまいこと言う感じで投稿すると。でこれでですね、いろんな人がですね、花王さんの投稿ちょっと炎上しちゃってるんだってことを知ることになると。まあ、これも炎上ですね。ただこれはまだツイッターという SNS の中だけなんですね。ツイッターやってない人はさすがにまだ知らないと。田舎のおじいちゃんおばあちゃん多分知らんだろうっていう世界なんですね。これが次のステップで全員知ることになるんですね。それがマスメディアですね。テレビで報じられる、雑誌で報じられる、あるいは新聞に載る。これによってですね、もうつつうらうら知られることになる。まあ、これを大炎上と、まあ、ここでは言っております。具体的にはですね、中日新聞ですけれども、顔のメリット、国際カミングアウトデー投稿で、まあ、謝罪ということで、まあみんな知ることになるということなんですね。でこれ日付を見てた方はですね、お気づきだと思うんですけど、早くないっていうことで、火種から大炎上まで早くないということで、時系列に並べるとこんな感じです。問題となる投稿をしてしまったのが、2022年の10月11日の午前8時57分。早いなと。始業前かよという感じなんですけども、8時57分に投稿したと。で、これが中日新聞で全国にバーって流れたのが12日の午後3時28分。はい。投稿から全国紙に乗ってバーって行くまで30時間です。1日ちょっと。めっちゃ早い。それまでの間に、気づいて何か対策を打たなきゃいけないということですね。ということで、この SNS 時代の炎上がいかに早いかっていうのがですね、まあ、具体例を持って理解できたんじゃないかなというふうに思います。これですね、早いっていうのはですね、今回のあの花王さんの例が特殊なわけじゃないんですね。これもですね、デジタルクライシス白書の図をいただいておるんですけれども、まあ、なんか火種が起きてから実際に大きくこう炎上するまでの時間について、まあ、調べてくださっていて、それによると一番左ですね、24時間未満、一番濃いところが 37%、
で次の濃いところが24時間以上48時間未満2日ですね、これが 17.8%、 2つ足すと半分超すんですね、 50% 超すんですね。ということは右上見てください、炎上と言われるものですね、年間1500件起きてるんですけど、このうちの3分の1以上の案件が1日以内に燃えてる、火種から炎上まで1日以内、そして半数以上が2日以内、2日以内に半分以上の炎上はボーンと燃えるってことですね。早いなということで、まあこの炎上を止めようとする側からすると、早く気づいて、そして迅速に対応する必要があるということがここからもわかります。では炎上したらどんなダメージが起きるのか、まあこれ、ね、深く聞かなくてもね、炎上したら嫌やなということは皆さんわかっているのでまあいいんですけども、まあ改めてどんなダメージを受けるのかというのを見て震え上がってですね、炎上対策しっかりしようというふうに思ってもらえればと思います。はい。まず一つ目、多大なコストが発生、お金パタパタパタ、これですね。はい。丸一、社内のリソースの消費、対応コスト、これ結構大変です。はい。これ24時間とか48時間で燃えますよね。そんなね、ビジネスアワー中に燃えてくれるとは限らないんですね。土曜日の23時に燃えましたとかよくあるわけです。そうすると、休日返上で日曜日にどうしますかって言ってね、対応やらないといけないということで、まあ、休日出勤だとか、まあ、あるいはそもそも1日2日でですね、すべての対応が終わるわけじゃないので、炎上が生じたがためにですね、その翌週ずっとその対応に追われてましたみたいな感じで、まあ、もちゃくちゃ疲弊しますということですね。はい。まあ、個人情報の漏洩とかほどではないんですけど、まあ、それに準ずるですね、社内のですね、リソースを使って大変という事案になります。それから丸に社外の専門家への費用、まあ、我々弁護士たちを起用することがもう多いと思うので、まあ、この費用もですね、馬鹿にはなりません。まあ、炎上の程度によりますけども、まあ、社内では抱えきれない、結構大問題になりましたってなると、まあ、究極的には第三者委員会で原因追及とかもあるし、まあ、そうじゃないにしても、ちょっと外部の弁護士とかの先生の話を聞いて、何がダメだったのかなっていうのを見つめましょうということで、原因の調査、それから原因を踏まえての再発防止策の策定、ここら辺のやるときにやっぱ外部の弁護士起用することあるので、まあここでですね、まあ、恐縮ながらお金発生します。しかも結構まあ高いということで、まあ会社としてはですね、炎上している上に費用も出るということで辛いと。でそれから再発防止の中に、まあ概ね研修が入ります。まあ研修もですね、先生にやってもらうということで費用がかかると。それからですね、まあ、損害賠償請求。まあ、損害賠償請求はですね、損害の賠償してもらうので、お金もらう行為ですけども、それをやるにあたっては当然ですね、また弁護士にお金払うということにですね、裁判手続き費用。まあ、ここら辺含めると、まあ、相当な額のお金が出るということで辛いよね、と。ちなみにですね、スシローの、まあ、醤油舐め事件はですね、6700万円の請求をしているので、まあ、結構大掛かりな、まあ、法的措置となったわけですね。で、次がまあ深刻なんですけど、やっぱりブラインドイメージの低下ですよね。はい。まあ、ネガティブサイトが増加すると。このネガティブサイト、まとめサイトっていうのは、アフィリエイトでですね、いろんな広告つけてて、ビューが大事なんですね。ページビューが。いろんな人に見てもらって、そのクリックしてもらったらアフィリエイト代が入るっていう、そういうビジネススキームですから、まあ、とにかくみんなが見てくれるネタを載せるっていうインセンティブがあるので、炎上してると格好の餌食なんですね。その炎上してるそのキーワードとか入れて作れば閲覧されるわけですから、検索されてということで、もうネガティブサイトがボコボコ生まれるということで、まあそういうサイトは残りますんでね、このブランドイメージがどんどん毀損されていくというのがまあ大きいと。でイメージが下がるとですね、丸三以下のことが起きるんですね、まあ、顧客離れと。まあちょっとした炎上で顧客は離れませんけども、まあ例えばジェンダー関係で燃えるとですね、ジェンダーに熱い人がですね、まああんなことやってる会社の服は買いませんみたいな感じで離れていくリスクがあるということですし、あと株価の下落ですね。株価の下落だけで見るとまあ一時的なものかもしれないんですが、スタートアップの場合はそういう炎上してしまうと資金調達するのが難しくなるんですね。お金を入れる投資家、特に銀行とかそういうお堅いところからすると、そんなことで燃えてるところに投資しにくいわっていうことで延期になると、まあジャンプする可能性があると。でスタートアップっていうのはまあ資金が伸びると普通に生き耐えるリスクの高い業種ですので、まあ、スタートアップとかだとまあこういう炎上一本で資金全然来なくなってっていうこともあり得るということなので気をつけようってことですね。で、飛ばしました。丸にですね、サジェスト関連キーワード汚染。これ気づいてない人多いんでちょっと説明しますけど、企業名、
と炎上で検索する人が増えてくるんですね。さっきの例だと花王さんがなんか燃えてるらしいっていう、まあ、中日新聞見た人とかが何やったっけってことで電車とかで花王炎上とかやると、まあ、そうすると上のですねネガティブサイトがヒットしてですね、ああこういうことかってことでね、あ国際カミングアウトデーのちょっと解釈間違えたんだねってことをまあ知るってことなんですけども、そういう検索する人がどん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 増えていくとアルゴリズムが勉強するんで、企業名を入れるだけで炎上みたいな勝手にこうサジェッションしてくるんですね、サジェストにね。そうするとですね、ただ単に企業名を入れただけの別に炎上とか興味なかった人もサジェッションで炎上とかですね、不正とかなんかいろいろそのネガティブワードがサジェッションに出てくると、え、なんかあったのかなってことでそのサジェッションされたやつで検索すると、それとそのネガティブサイトに行くと、で内容知って、あやっちゃったのねってことで、まあ、ブランドイメージが下がると、まあ、こういうサイクルがですね、負のサイクル、スパイラルがあるんですね、まあ、これをですねサジェストの汚染っていうんですけども、先ほどの花王さんのやつもですね、花王メリットって入れるだけで、はい見てください、上から2番目カミングアウトって出ますよね。これ花王のメリットのシャンプーを買おうとしただけの炎上とか一切興味なかった人もこれを見た時に、あれカミングアウトってなんだろうってなって、これで検索してネガティブサイト行って、あの炎上事例を知るというループができるわけですね。はい。なのでこのサジェッションが汚染されている状態っていうのも非常によろしくない。ので、まあこれはサジェッションをクリーンにするためのまあ手を打っていくわけですけれども、これも一つですね、間接的ですけど、ブランドイメージのまあ低下につながるということで、まあ炎上するとろくなことがないっていうお話です。はい。で、一番下は5番。人材流出ですね。少子化で人手不足で、もう人全然おりません。って感じですね、今ね。それから、3年離職率高すぎ問題っていうのもあって、いかにその会社に留まってもらうのかっていうのをみんな不信している中で、会社が炎上すると、こう、出ていこうかなっていう人を後押ししちゃうわけですね。もうええわ、みたいな。で、入ってくる方も、いろんな会社から選んでる時に、1個炎上してるなると、うん、じゃあ、やめとこうってなるんですよね。はい。採用活動への悪影響が懸念されると。これもデータがありまして、クライシス白書だったと思いますけれども、まあ、結論は左なんですけど、求職活動中にその求職活動先が炎上している場合、どうしますっていう話ですね。で、右下の表の一番濃いところが応募を取りやめるですね。はい。これ見ると全体で 16.5%。つまり、6人に1人が応募を取りやめるんですね。はい。もうめちゃくちゃ、なんだろうな、就職難の時だったら、まあ燃えててもいいです。入るってなるかもしれないんですけど、今、少子化で、どちらかというと就職難というよりか、いわゆる売り手市場になっているので、燃えてるとこはもうええわと、もう6人に1人はそれで辞めちゃうんですね。これやばいです。燃えちゃうと欲しかった人材に断られちゃうということがあるので、やっぱり炎上怖いなということになります。では炎上発生時の対応、これ皆さん気になってると思うんですね、ぜひ聞いておいてください。これね、火種の時にプシュって消したいねっていう絵なんですけども、まあ、とにかく、燃えに燃えに燃えていくほどに鎮火が難しくなるんですね。だから、ま、できるだけ早く、スピーディーに対応しましょうっていうのが基本戦略となります。基本戦略はですね、それに加えて積極的な情報開示。どういうことかっていうと、隠蔽してるって思われると、ますます、こう、こいつは良くないってことで燃えていくんですね。はい。SNS の炎上の文脈において、隠蔽っぽい、言い訳がましい、この2つは一番ダメで、これがもう燃料になるんですね。炎上っていうのは、本当の正義感の人もいるし、若干かけかっこつきの正義感の人も含めた、いろんな正義感が、まあ、燃料となってこう燃えていくものなので、やっぱりね、隠蔽してる、言い訳がましい、これの2つのどっちかが誰かのセンサーにヒットすると、燃やそうってなるんですよね。はい。それをさせないためには、やっぱり積極的な情報開示と。私たちは開示するんですと。隠しません、どんどん言っていくんです、この姿勢が一番大事なんですね、まあ、メンタリティとしては。で、ティップスがここなんですけど、早く対応してください、機敏に対応してくださいっていう話と、いやどんどん情報を開示していきましょうっていうのは両立しなそうにも見えるんですね、急ぐんだったらそんなに開示できることないと、だって調査中だもんってなるわけですね。で、いっぱい情報を開示していこうってなったら、そんなすぐには開示できないと。だって調査中だしってなるんですが、この2つをどう考えればいいかというと、右上です。はい。1回の開示で終えると考えるから、そういう矛盾が生じるのであって、とにかくすぐに動いて、その時点で分かったことを公表開示すると。で、残りについては、鋭意調査中ですという形にして、新しい事実が判明するたびに、それをこう順次開示していくということによって、まあ、スピーディーに対応しているということと、まあ、きちんと、
いろんなことを調査して、ステークホルダーですね、まあ、ご迷惑をおかけした皆さんにちゃんと公開公表すると、この2つは両立します。まあ、全部 100% 言えるようになってから言おうってやってるとめっちゃ遅くなるんですよね。そうじゃなくて、とりあえず、これとこれは分かったんで、まあ、公表しますと。で、残りは、まだ、次、公表します。みたいな感じでですね、まあ、できることからやっていくということが大事だよと。で、右下のところはですね、まあ、その、開示するときの書き方についての、まあ、tips ですね。まあ、具体的にはですね、実際に燃えた段階で、まあ、弁護士含むプロフェッショナルにご相談来ると思うので、その時の、まあ、先生方と詰めながらやればいいと思うんですけれども、まあ、一般論として、まあ、こういうことが言えると思うので、tips として書いております。まず、謝罪から入るのがやっぱり基本ですね。非を認めたことになるならない問題というのは確かにあって、飛び火っていうのもあって、自分悪くないのに単なる勘違いで来たり、これで燃えるのどうなのって担当者的に不服な時もあると思うんですね。しかしだからといって、まあ、謝らないっていう態度を取ると、またなんかそれはそれで言い訳っぽい感じになるので、燃えていること自体は事実なので、まあ、ご迷惑をおかけしてすいませんという、まあ、謝罪から入るのがまあ一般的だと思いますし、非を認めることとは直結しないので、まあ、これでいくといいんじゃないかなと。で、まあ事案によりますけども、まあいろんなね、炎上して、その後の対応の成功例みたいなのを集めて見てみると、まあ、全部じゃないんですけども、最後の方で、まあこういう学びを得られました。ありがとう。みたいなね。まあ、感謝で終わると非常に座りはいいということですね。まあ明らかにちょっとこっちが悪すぎてですね、まあ感謝してる場合かというようなのもあるので、そういうその感謝で終われないね。まあ、謝罪に始まり謝罪に終わるみたいなのもいっぱいありますけども、まあ事案によってはですね、まあ、特にそんなにこっちが悪くないけど、そういう考え方もあるので、じゃあ取り下げるか、みたいなやつは、まあその、じくじたる思いを感謝の気持ちに転化させて最後書くと綺麗になるというようなのが多いような気がいたします。で、この下から二つ目の米印、すごい大事で、外部の意見を聞く。これはもう必須だと思います。というのも、炎上してる時って、好き好んで炎上させてる人ってほとんどいなくって、自分たち、あるいは、それをレビューしてるですね。まあ、一人で勝手に書くというよりかは、まあ、誰かが見て出してることが多いと思うんですけど、会社の場合ね。自分とレビューアーは、これでいけると思ってるわけですね。それは業界内の常識、あるいはその身内のノリとしては、これはいける、面白いと思ってやったのが、外から見ると、何これ気持ち悪いみたいな。サブみたいなやつですね。このズレによって炎上って生じるんで、内部でもう一回話し合っても、まあ、同じ結果になりがちっていうことですね。なので、やっぱ内部の内輪乗りが世の中の常識とちょっとずれてたっていうのが、ま、根本原因な可能性非常に高いので、炎上した時にどういう謝罪文にするのか、どこを原因として捉えるのか、こういうのを考えるときは、外部の人の意見を聞いた方がいいです。もちろん外部の弁護士とか詳しい人が一番ベストですけど、無理だったら、せめて、普段このネットの投稿とかに携わってる人以外の広報担当とかを一人入れるだけでもいいと思います。とにかくその内輪乗りからちょっと離れた人に一旦見てもらうっていうプロセスを経ないと、炎上の火消しをしようとしてもう一回燃えるみたいなですね。消火に来た人が放火してるみたいなことになりかねませんので、これ大事ですね。外部の意見を聞くことが大事です。で、繰り返しになりますけど、隠蔽とか言い訳がましいっていう評価は一番下げなきゃいけないので、以下の表現は避けた方がいいと。不快な気持ちを抱かせたなら申し訳ありませんとかね。遺憾である、誤解を招いてしまったと。まあ、遺憾であるはね、ちょっとどうしようもない時に使わざるを得ないマジックワードではあるんで、ちょっとあれですけど、それ以外の2つについてはね、いるっていうところなんで、はい。まあ、これはですね、見る人によってはですね、イラッとするだけなので、まあ、極力避けたいということになります。それから、問題となった投稿をすぐ消すかどうかっていうのは一応要検討ということでちょっと立ち止まる必要があります。まず投稿それ自体が新たな被害を生んでいる場合ですね。例えば誰かの個人情報ですね、住所を投稿しちゃってるとか、あるいは間違った情報を出してしまってるとか、この情報を通りやると、まあ、危険な情報ですね。まあ、誤った製品の使い方とかで危ないとか、まあ、そういうのはもう即時に削除ですね。これも何の迷いもなくすぐ削除ということになるんですが、まあ、それ以外の場合ですね。まあ、ジェンダーとかいろんなところで揉めることがあるんですけども、まあ、そういう考え方もあるけど、こういう考え方もあるよみたいなやつとかは、まあ、すぐ消してしまうとですね、会社側に非がない場合には、別に非はないよと思って一旦下げただけなのに、まあ、認めたみたいな感じで、あいつはもうすぐ認めましたっていうふうに、まあ、盛り上がっていっちゃうし、
実際に火がある場合にはですね、これなんか炎上を促進するんですね。なぜなら隠蔽したっぽいから。はい。なので、消すにしてもですね、こういう理由で消しましたっていうのをセットでやらないといけないとかありますので、やべ、燃えた、とりあえず消そうみたいな判断はちょっと危ないっていうことですね。はい。B の場合は。元となる投稿が残ってる時は別にみんなですね、それを引用というかね、リツイートとかするだけだからいいんですけど、消してしまうと消し折ったっていうことで、そのスクショを撮ってた人たちがバーって貼るわけですね。なぜならオリジナルが消えたことによってスクショの価値がめっちゃ上がると。オリジナルないんでこのスクショの価値は高いってことで、みんなこれを見てってことで投稿してくるんですね。この消すと逆に増えるっていうのは消すと増えるの法則というね、ネットスラングがあるんですけども、まあこういうスラングが生まれるぐらいですね、ネット界隈では消すと増えちゃうっていうのありますんで、消すときには気をつけようと。でいずれにしても消した後元何やったっけって分かんなくなったら本当意味不明なことになるので、削除する前には削除前の記録ですね、こういう投稿をして、まあ、これくらいの、まあ、リツイートがあって投稿っていうのをちゃんとスクショで、社内記録として押さえておく必要があります。はい、ではですね、具体例として鎮火に成功した例を見てみましょう。それが先ほどのカオさんの例なんですね。はい、問題となる投稿を、まあ、火種となる投稿はこれですね。これがですね、まあ、30時間ぐらいで燃えちゃったっていうことなんですが、カオさんさすがでございまして、この3と4ですね。まあ、速報サイト、竹川ガレソさんがツイートしてから、まあ、順次新聞、マスメディアが、投稿するまでの、その間の速やかなタイミングで、この右のようなですね、すいませんでしたっていうね、投稿をパンと出していると。この速やかな対応のおかげで、まあ、4番でですね、まあ、マスメディアにまでは行きましたけども、それ以上に燃えることはなくって、まあ、鎮静化に成功したということになります。どれくらいスピーディーなのか、はい、こんな感じです。火種を投稿してから27時間ですね。はい、火種を投稿してから、あれなんか燃えてるぞっていつ気づいたのか分かんないんですけど、まあ、仮に3時間後に気づいたとしたら24時間ですね。この24時間の間に投稿した人、まあ、あるいはそれを監視してる社内の人がやべえやべえって言って、社内でどうしようどうしようって言って、まあ、上の人とかとも相談して、こしょこしょって言って、ちゃんと戦略立てて、こういうツイートできます。いいですね。はい、もうこれでいこうって言って、謝罪出して、事なきを得てると。ということで、まあ、いかにですね、炎上っていうのが時間が勝負で、慌ただしいものかっていうのが、まあ、イメージできようかと思います。はい、炎上対策セミナーの前半は以上ですね。後半ではですね、炎上を防ぐにはどうすればいいのかという予防のところについてご説明していきたいと思います。チャンネル登録の上お待ちください。